はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。学術論文紹介サービスリサーチセカンダリーということで、5分程度ので心理学の学術的な研究論文のご紹介をする動画のシリーズでございます。今回のテーマは雑感心理学研究92巻2号とさせていただいたんですが、今日は僕だけじゃなくて、うちのメンバーの内間さんがいます。今開けてます。今パッケージを開けてます。最近届きました。どうですか、何か印象的な。白いですね。白いですか。表紙の色ですか。今日は心理学研究が白いですか。です、ね、なるほど、表紙の印象ですね。テーマ的に何か関心のある論文とかはありますか。これな、喉まで出かかっている時の何て言うんですかね。それは何て言うんですかね。まあ、早速漢字が読めないので、喉から出かかっている時の瞬間の瞬に目、うん、瞬、頭の悪さが、ローテーション、地頭の悪さが、基礎学力の、なんか基礎学力の低下ってやつですね。瞬木っていうのに呼ぶらしいですね。これ瞬きすることとか、そういう意味らしいですね。なるほど。喉から出かかってると瞬きするんですか。びっくりしてもうちょっと、よく知っているはずの顔やものなはずなのに、うん、うまく思い出せないっていう状態を喉まで出かかっている状態と表して、うん、その時のまばたきの抑制と発生率についての論文なんですかね。ああ、なるほど。多分そういう感じ、そういう雰囲気を醸し出してる感じは、あ、これ松尾先生と、まあ、因子分析の本とか書いてる松尾先生かな、まあ、タイトルからするとそんな感じじゃないですか、ね、はいはい、なるほど。タイトルから自由連想するとそういう内容。あ、でもすごい、喉まで出かかっているっていう現象を、うんうん、TOT っていうらしいですよ。ああ、なんとかオブターンみたいなやつでしょ、なんか、うん、TO なんとか、うん、まあそんな感じですよね。ティップオブザターン、そう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 、なんか公認心理試験にもね、なんか出てましたよ、それ。絶対みんな答えらんない。なんか現象に名前とか、うん、現象としてちゃんと存在する、構成概念として存在する。うん、そういう感じですね。うん、まあ瞬、まあバッタするかな、するって言われるとするような気もしてきますけどね。思い出せない時。うん。うんうん、他にどうですか、他に。